経前に引き続き委員会を再開いたします。それでは日程第1議案第47号を議題といたします。当局の説明を求めます。山田長、ただいま議題となりました日程第1議案第47号指導路線の認定についての提案理由をご説明申し上げます。先ほどは大変お暑い中にもかかりませず本件に関わります実地調査を賜り誠にありがとうございました。今回に認定しようといたしますのは5路線でございます。これらの路線のうち都市計画法に基づく開発により築造されたものがうち387号線ほか3路線、地元要望による指導認定の取り組みによるものが広野町296号線の1路線でございます。いずれも道路敷地につきましては貴族および寄付により天原の取得ができましたので道路法第8条第1項の規定により指導として管理すべき路線として認定しようとするものでございます。つきましては道条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。なおそれぞれの路線の詳細な内容につきましては実地調査の中でご説明させていただきました通りでございます。よろしくご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はございませんか。よし、質疑はないようですからこれにて休憩いたします。暫時休憩いたします。議案の取り扱いについて確認をさせていただきます。討論される方はおられますか。賛否ですが、議案に、賛成の方は、はい、皆さん全員賛成。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言を願います。ご意見はないようですから討論は終結いたします。これより議案第47号を採決いたします。本議案は原案の通り可決すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本議案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に日程第2議案第48号を議題といたします。当局の説明を求めます。安田部長、はい、日程第2議案第48号宇治五箇商船宇治国道踏切踏切架空事故自宅に関する基本協定を締結するについての提案理由をご説明申し上げます。本基本協定の目的は市道と京阪宇治線の踏切との交差角が鋭角で特に歩行者や自転車にとって危険な踏切となっておりました。宇治五箇商船宇治国道踏切の踏切架空工事を鉄道事業者に委託し実施するものでございます。本基本協定の金額は3億9953万6000円基本協定の相手方は大阪市中央区大手前1丁目7番31号京阪電気鉄道株式会社取締役社長加藤義文でございます。工事場所につきましては宇治市都道丸山市内ほかでございます。本協定は宇治市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づく議会の議決に付すべき契約でございますことから議会の議決を求めるものでございます。よろしくご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。なお委託の詳細な内容につきましては担当課の道路建設課長から説明させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。米田課長。それではお手元の資料宇治五箇商船宇治国道踏切と踏切架空工事委託に関する基本協定を締結するについてに沿ってご説明を申し上げます。本事業の対象となる宇治国道踏切道は宇治市道宇治五箇商船と京阪宇治線が鋭角で交差する踏切でございます。この度工事の実施に必要な鉄道事業者との協議が整いましたことから基本協定の締結を行うものでございます。資料1ページをご覧ください。まず事業の目的といたしましては市道宇治五箇商船の当該踏切は
道路と鉄道の交差角は19度と急角度であり、以前から自転車等の転倒事故が発生しておりますことから、および踏切の幅員が狭隘でありますことから、歩行者や自転車等の通行の安全性に課題がございました。本事業は踏切の交差角の改良および拡幅の整備を行うことにより通行の安全性の向上を図るものでございます。次に、これまでの経過といたしましては、平成19年度から測量および設計に着手し、平成21年度から用地取得にかかりました。そして平成26年度に全ての用地取得が完了いたしましたことから、踏切改良工事に向けて鉄道事業者である京阪電気鉄道株式会社と工事委託の詳細な協議を進め、この度の基本協定の締結へと至ったものでございます。次に、ページ中段の委託工事の概要についてご説明いたします。施設の名称は宇治国道踏切道。基本協定金額は3億9953万6000円。基本協定の相手方は京阪電気鉄道株式会社。事業年度は27年度から28年度。工事場所は宇治都道丸山地内ほかでございます。延長及び幅員といたしましては、踏切延長は交差角を現状の19度から45度に改良することにより、現況の 24.6 メーターが 13.0 メーターに。道路幅員は現況道路幅員の 4.1 メーターを9メーターに拡幅を行い、またその幅員の内訳は道路幅員が 6.5 メーター、車道幅員が 6.5 メーター、歩道幅員が 2.5 メーターでございます。また工事の委託内容は軌道工事、電気工事、土木工事に大きく分かれております。まず軌道工事は、踏切拡幅に伴う踏切板や枕木、レール等の仮移設工事及び本設工事でございます。次に、電気工事は踏切拡幅に伴う遮断機や警報器等の踏切保安施設の工事でございます。次に、土木工事は軌道横断水路の改修や境界柵の撤去・復旧及び取り付け道路の舗装などの工事でございます。次に、2ページは工事場所の位置図でございます。工事場所は、市道宇治五箇所線の京阪宇治駅と三室戸駅のほぼ中間に位置している踏切で、鉄道と鋭角に交差しているのがわかるかと思います。次に、3ページをご覧ください。先ほど申し上げました委託工事内容の計画平面図でございます。緑色の部分が京阪電気鉄道株式会社に委託する協定範囲であり、現在の踏切の撤去も撤去等も含まれておりますことから、少し範囲が広くなっております。また踏切前後の車線部は、市道宇治五箇所線の道路改良として本市が施工する区間でございます。実施年度は、踏切改良後の取り合い工事と原動との接続工事が主体となりますことから、平成28年度から平成29年度前半となる予定でございまして、全体の工事期間といたしましては、踏切改良及び市道改良を合わせて3か年の工事を予定をしております。次に、4ページをご覧ください。事業費でございますが、委託工事費といたしましては、平成27年度は2億1964万8000円、平成28年度が1億7988万8000円の計3億9953万6000円でございます。なお、本事業に関する財源といたしましては、国土交通省の社会資本整備総合交付金の活用を考えております。次に、本市が施工いたします道路改良工事の概要でございますが、工事延長は宇治国道踏切道を挟みまして、南北の区間を合わせ約100メートル、道路幅員は踏切道と同じ9メーターでございます。事業年度は先ほど申し上げました通りでございます。最後に、今後の工程でございますが、本議会において5ヶ月賜りますと、おおむね7月上旬に基本協定及び年度協定の締結を行い、
委託工事に着手する予定となっておりまして、踏切前後の道路改良工事と合わせて29年度早期の完成に向け鋭意取り組んでまいりたいと考えております。以上で宇治五箇所線宇治国道踏切道踏切各部工事委託に関する基本協定を締結するについての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑をされる方、堀井委員。はい、この国道踏切に関しましてはね、私も周辺にずっと子供の頃から住んでおりますから、改良というのは、地域住民の念願でもありましてですね、私自身も相当こけた記憶がありますから、そういう意味で言うと本当にありがたいなと思っています。そのことはまず申し上げておきたいと思うんですが、その上でいくつかお聞きしたいのですが、これ事業費なんですが、4億円と、結構なその額だと思うんですね。でこの額の根拠、これを4億円を適正とする根拠っていうのは、その実施としてどう捉えていらっしゃるのか。と言いますのが、これ京阪の指揮京阪の軌道を工事するのに、いわゆる京阪がやるわけですから、そこに競争性はないですわね。ですから、多分これ、入札をしたとか、見積もり合わせしたとかっていうことはないと思うんですね。ということになりますと、やはりその価格の根拠っていうのを、一定お示しいただく方がいいのかなと思いますので、それをお聞かせいただきたいと思います。それが1点。もう一つは、実際この7月から工事に着手されるようなスケジュールだと思うんですが、これ、月が後にですね。でこの具体的にはですね、どういう時間帯にどういう形で工事に入っていかれるのか、例えばその前後、おそらく通行止めにされる期間であったりですね、で通行止めにされるということであれば、例えば周り道をどうされるのかとか、あるいはその地域の通学路への影響というような部分はないのか、その辺の安全性の確保の、取り組みと合わせてお聞かせいただきたいなと思います。以上です。米田課長。事業費の根拠でございますけれど、鉄道事業という特殊性もありまして、どうしてもその京阪独自の代価を使わざるを得ないところはございます。ただ確認できる部分もございます。それは何かと言いますと、土木工事の部分というのは国の基準を用いてされておりますので、その部分は確認はできますけれど、ただ工事をする時間帯がやっぱり終電から始発までという限られた時間内ですので、やはり限られた時間内の係数がかかりまして、割高となっているのは割高となっております。でもう一つ、25年度に完成しました、織坂三番割線の踏切とまず対比をしてみました。で軌道の面積と比べます約 2.4 倍、レール延長でいきますと 2.8 倍となっておりますけれど、価格で見るとやっぱり 2.4 倍に収まっているというところで、前回の工事 の場合も精査はしましたけれど、それと大きく違わない形になっております。であと実際ここの工事につきましては、駅と近いということもございまして、駅と踏切をケーブルでつなぐ、通信ケーブルというのがやっぱりプラスアルファ出てくる、そういうのも含んでもやっぱり 2.4 倍に収まっているところを見ると、やっぱりスケールメリットがある中での比較的安めには設定されているというところで、我々の方で確認できる範囲でなりますけれど、確認はさせていただいております。あと今、通行止めの関係ですけど、2点目の通行止めの関係ですけれど、通学路に関しては基本的に夜間工事を考えておりますので、鉄道事業者による工事はラップすることはないと考えておりますけれど、ただ取り合いの関係とかですね、細かい工事のところでやはり通学時間帯に出る作業もあるかと思います。また通行止めに関しても一時的な通行止めというのはある可能性がございます。ただこちらにつきましては、京阪さんの受け負われた業者さんがもう少し詳細に施工計画を立てられる中で、宇治市とも詳細に詰めていきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。以上でございます。スケジュール、いつ頃からどう具体的に、スケジュールですね、すみません。4月は大丈夫ですね。スケジュールといたしましては、今申し上げたとおり、
請負業者さんが決まった段階で時期は決まってくるかと思います。7月上旬に契約はされるんですけど、やっぱり準備工とかがありますので、すぐに始まらないかと思いますので、もう少しその京阪さんの事業者が決まりました時点で詳細に詰めて検討していきたいと思っております。はい、ありがとうございます。まず感覚として、市として一定その根拠を、お示しいただいたと思っています。これまでの市のいわゆる踏切の拡幅工事と照らし合わせても適正だろうと、こういうことでしょうと思います。ただやっぱりその、特殊であるがゆえにね、やはりなかなかその競争性っていう部分については、これも実際現実的に難しいと思うんですけど、例えばこれ追加工事とか出てきた時にね、その追加工事が随分と普通の土木工事なんかよりもそれが特殊性があるから高くなったりですね、単価がですね、そういったことが要はその適切に適正に執行されるように、このことは市としても注意深く見ていただきたいなと思います。であと工事に関してですけれども、この辺り意外にというか交通量は多い道なんですね。ですからその、やはり回り道をするにしてもですね、その回る車の交通量というのは比較的多いと思いますので、その辺りの安全対策でありましたり、あとはその地域住民へ その工事の周知ですよね、あらかじめの周知っていうものをきちっとやっていただく。これ最後にもう一つだけ聞いてみたいんですけど、この工事の着工を前にして地域住民への説明会とか予定されてるんですか？ちょっと今後京阪さんと詰める話になるかと思うんですけれど、最低限沿道の方々には当然説明は必要だと思っております。説明会という形か個別の説明という形かは今後ちょっと協議を詰めていきたいと考えております。はい、分かりました。そのあたり十分にご配慮いただく中でですね、安全に工事を進めていただきたいと思います。以上です。具体質疑ありませんか？以前この工事について常時に載ってたんですけども、これ総事業費が7億5000万あるということで言っておりました。今度本で約4億円の着工時期が出てるんですけども、あとの3億5000万円は先ほどの、ご説明のところで言えば農地買収費とか物件保証費とかに使われたということになるわけですね。それでね、これ用地買収費っていうのはこれはいくらになるわけですか？物件保証についてもどれくらいかかっているんですか？米田課長、これまで利用しました用地費と保証費を含めまして約3億円弱かかっております。坂本委員、それは用地費で物件保証とかこれまでの経過を見てたら、それ当然あそこね、家屋の会社もあるしかかってるんやと思うんですけど、それぞれいくらなんかなということで分かりますか？用地費で言いますと1億2000万ありまして、保証費で約1億8000万弱になっておりますが、個々の方々は数件いらっしゃいまして、それでよろしいですかね？それでよろしいですかね？今度ね、京阪の方が、工事委託先、京阪電鉄ということになってるんですけど、この事業の目的のところでも書かれている通り、この現場ね、このレールというか鉄軌道、離
なり、まあ、19度ということで書かれてますし、先ほど堀井さんが出たけども、本当に自転車の道が水をはまったりとか、私もバイクがこけて警察が来て、どこに訴えたらいいんだろうという相談も受けたことあるんですけどね、まあ、大変危ないところでなったんですが、その、この工事に関するね、約4億円のこの費用というのは、県案の負担というのはどういうふうにあるんでしょうか。米田課長。鉄道改良につきましては国の方から一定基準が示されておりまして、踏切を統廃合する場合の踏み改良につきましては鉄道事業者にも負担が生じるのですけれど、言動を克服する、歩道を設置するという踏切改良につきましては道路管理者の方の負担という形で示されております。ですので、ただ国の方もですね、まあ、これらに対する救済策という形で、先ほども申し上げました社会資本整備総合交付金という補助金を用いて整備するようにサポートはいただいているところでございます。坂本委員、いろいろ、国の方のね、そういうのをおっしゃっていただいたんですけど、結局県の負担はないということになるんですか。米田課長。今回の踏切改良につきましては県案さんの負担はございません。坂本委員、それは駅の、今さっきおっしゃったそういう一つにするとかいろんなことであれば、その会社の方の負担が生じるけど、こういう場合はないということで今説明していただいたんだけど、でも本当に危ないところのね、急な角度のあれで、ちょっと釈然としないなと、事業主さんというか持ち主さんのところも負担が生まれないというのが、釈然としないなと思うんですけども、でこれはこの後ろのところに、社会省総合整備総合資本金を、活用するということで、されているんですが、これは国の方の、補助というか、これは何パーセントぐらいになるんですか。米田課長。55% です。ということは、この約4億円の 55% は国から、ちょっと補助いただいてやっていくということでよろしいんですね。で、これ、工事委託ということになってくるんですが、今一応、基本協定金額が約4億円ということになっているんですけども、今後ね、先ほど堀君もおっしゃってたけども、今後その、工事の入れたりとか、そういう調整はどういうふうになってくるんですか。その内容につきましては、対等な立場で経営班とうちの方で協議をさせていただきまして、必要なものか必要じゃないものかというのは判断していきたいと考えております。坂本委員、ごめんなさい、聞き方が悪かった。これ以上は増えないということになるんですか。減ることもあるんですか。米田課長。今現在で必要な工事の内容というのは協議をして全て出していただいていると考えておりますので、一般的にはこれ以上増えないと考えておりますけれど、ただ工事をする中で不確定な要素が出てきた場合には必ずしも増えないとは言い切れないところはございます。坂本委員、最終的にはこう生産していくわけですよね。それはまた報告がされていくということに、議会の方にも報告がされていくということになるわけですか。ちょっともう一つ聞いとこう。夜間の工事ということなんですけども、ずっとこう工事が進んでいくと昼間もストップする時間、そういうことも生まれてくるんでしょうかね。電車が米田課長。はい、
先ほどの1点目の変更につきまして生じた場合はまた報告をさせていただきます。昼間に関しまして、昼間の規制に関しましては基本通行止めはないかと考えておりますが、ただ部分部分の切り替えとかですね、そういった中で生じる場合があるかもしれませんので、その際は地域の方々に早め早めの通知をしてご理解をいただきたいと考えております。坂本委員、私もここ本当危ないところなんでね、工事がされることで大変喜んでるんですが、通勤の方もかなりいらっしゃるのでね、昼間そういう通勤時間帯とかね、支障が生まれると、まあ、それはそれで言って仕方のないところもあるんですけど、大変ご不便かけることにもなってくるんでね、その辺はきっちりしていただきたいなと思ってます。それでね、さっきからちょっと私の説明が申し訳なくて質問が悪いなと思うんですけど、協定金額というのがありますね、この4億円ね、約ね、これは、この金額で工事をしていただきますということで、向こうもその金額で工事をしますよという、そういうお互いの、まあ、約束事ですよね。で、実際に工事をやってみて、これが例えば、3億5千万円で済んだとか、もしくは、4億5千万円になってしまったとか、そういう時はどうするんですかということをちょっと教えていただきたかったですけどね。生産するか、米田課長。基本的にはそういった変更額に対して最終的に支払う形になりますので、精算をする形になります。で、国費の方も当然最終額に対してかかる形になりますので、いずれにしても精算した最終の金額で全てが整理されていくという形になります。わかりました、はい、坂本委員長、わかりました、またそうした時下水道処理の工事やらとも同じような形でまた報告もされるんだと思いますので、分かりました。他に次はありませんか。西川委員。すみません、先ほどはありがとうございました。協定範囲のちょっと場所が言葉にはなるんですけれども、この図面の中でですね、高さ幅が45度と大きく変更されるということで、道路と線路の間にですね、大きな空き地といいますか、何もない土地ができると思うんですけれども、ここについてはどういうふうにされるのかというのはあるんですか。もともと今の指導の部分になるかと思うんですけれど、埋設管、下水道なり NTT なり埋設管が埋設されておりますこととですね、あと踏切前後の死去、見通しですね、そういったものも踏まえましてですね、必要な箇所は残さざるを得ないのですけれど、どこまで残すかというのは今後のちょっと詳細な検討の中で整理していきたいと考えております。西川委員。ここをですね、何か建てるとですね、道路を通るときに見通しが悪くなるんで、その辺は何もない方がいいと思うんですけれども、もうすぐそこにこれ対向包みが、予定違うと思うんですけれども、そういうことからもやっぱりただ単にガードレールをポンポンと置くというよりは、やっぱ景観に配慮した、土地の有効利用というのができないかなと思うんですけど、その辺は何か考えておられますでしょうか。米田課長。今ご案内の通り、対向包みに至る道路でもございますので、対向包みの検討の中に含めてですね、どのような形態が一番望ましいのかというのは今後検討していきたいと考えております。はい、あともう一つですね、こちらですね、対向包みの方には一応歩道があるんですけども、三室通り駅の方に行くところには歩道っていうのがちょっと見受けられないんですけども、この辺は歩道っていうのは考えられてないんですか。米田課長。将来的には歩道整備の必要な区間と考えておりますけれど、今現状といたしましては踏切道のところに集中的に取り組みまして、その以降ですね、そちらの区間についても引き続き検討してまいりたいと考えております。
ありませんか。東側に歩道を使えるのか、私もここは非常に危険なところでしたので工事は完成なんですけども、以前踏切の近所に住んでおられる方が、夜間、JR とか京阪が工事をされるのも仕方ないんですけど、すごく騒音がね、夜うさくて、で夜、眠れない。で苦情もね、なかなか言うていく工事になります。ここ、工事がかなり長期になりますので、夜間、電車が通ってるところは大概昼間慣れてはるんですけど、夜のね、睡眠の時間もガッチャンガッチャン工事音がかなり出ると思うんですけど、これはやはりその住民への、当然最初の説明も、中でもそういう話にもなるかと思うんですけど、地域住民からの、工事は仕方ないにしても、その騒音に対して何かこう取り組みとか、もしこれ苦情が出たときに京阪に言うのか行政に、で地域住民からいろんなお話が出てくると思うんです。その時にどこが仕方ないにしても誰かが受けて誰かがこう対応していくっていうことになると思うんです。そのあたりに関してはどのようにお考えでしょうか。ご相談の窓口でございますけれど、京阪にお願いする部分につきましては京阪さんという形で、前後の宇治市の施工部分がございますので、そちらは当然宇治市という形にはなるんですけれど、関連する事業ではありますし、宇治市の方も発注する責任もございますので、その辺は十分連携を取りながら対応していきたいと考えております。いろんな方がお住まいでしょうし、マンションもありますし一軒家もありますので、出てくる騒音も仕方ないと思うんですけども、その時に、丁寧にですね、ぜひ市民の方に対応していただいて、本当に苦情が来た時に何かこうもう仕方ないんだみたいな、ね、そういう話にならないようにぜひ配慮の方ね、よろしくお願いしたいと思います。以上です。他に質疑はありませんか。よし、ないようですから質疑はこれにて終結いたします。暫時休憩いたします。ご発言を願います。特にないようですから、討論はこれにて終結いたします。これより議案第48号を採決いたします。本議案は原案の通り可決すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本議案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に日程第3、議案第45号を議題といたします。当局の説明を求めます。ただいま議題となりました日程第3議案第45号宇治市市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するについて提案理由のご説明を申し上げます。平成27年5月7日に福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が公布同日施行され、宇治市市営住宅条例に規定する入居資格における同法の引用条数が変更されましたことから、所要の改正を行うものでございます。よろしくご審議賜りご可決いただきますようお願い申し上げます。なお改正の詳細につきましては担当課長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。上谷課長。それでは、資料2枚目の宇治市市営住宅条例新旧対象表をご覧ください。宇治市市営住宅条例のうち入居者の資格を規定している第5条第1項に引用しております福島復興再生特別措置法におきまして、福島の復興及び再生を一層推進するため、
住民の帰還を図るための措置などが新たに規定されたことにより、第30条が第40条になったものでございます。なお、福島復興再生特別措置法第40条では、公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例が規定されております。その内容は、避難指示区域に存する住宅に、平成23年3月11日において居住していた者については、公営住宅法第23条第 2号の現に住宅に困窮していることが明らかであるという、条件を具備するものを公営住宅法第23条各号に掲げる入居基準が具備されているものとみなすとされているものでございます。以上、簡単ではございますが、富士市市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するについてのご説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑をされる方いらっしゃいませんか。この福島復興再生特別措置法っていうのが、2012年の、3月30日に国会の場で、全会が一致で可決をしたんですけども、この中では、原子力政策を推進してきた国の責任を明記をするということでなっているんですけどね、この間もう4年3ヶ月が経つんですけども、なかなかふるさとに帰れないというか、復興が遅々として進まないというような状況にあるわけなんですけども、宇治市内の状況なんですけどね、この市営住宅条例が市に改正局で、市営住宅には福島から避難されてこられた方は入居されていない、上住宅の方だというふうに思っているんですけども、それで間違いなかったんでしょうか。それでね、上住宅の方に入っておられるということであれば、この宇治市内ではね、何世帯何人ぐらいが避難をされているのか、福島の関係では避難されているのか、教えていただきたいと思います。上谷課長。宇治市内という数字は、京都府からいただいてないんですけれども、京都府全体で、この、昨年12月末現在で、190世帯484人というふうな、数字と伺っております。経済的な支援とか、それが変えていこうということで見直しが国の方でされているんですけども、どうしてもまた帰れない、放射の関係で帰れない方もね、かなりいらっしゃるわけなんですけども、宇治市はどのような支援されているかというのは、こちらの担当課の方では別に浮かんでいらっしゃらないんですね。どう掴んでいるかということですけれども、私ども住宅課といたしましては、この福島復興再生特別措置法の、改正後40条第40条に基づいて、受け入れるというような、対応させていただいていると考えております。今もね、災害公営住宅の建設というのが進んでますけどね、現地ね、福島の方では
でもまだ12万人の方が避難をされていると、県外に避難している人が約4万7千人ということで、子どもの避難は県内外で約2万5千人近くが避難をしているという、県内の仮設住宅、借り上げ住宅にも6万人が避難をしているという、まあ、本当に去年3ヶ月経つんですけれども、こんな状況にあります。で、営業損害保障というのを昨年12月の段階で国と東電の方がもう5年で打ち切りだというようなことを出してね、ということはもう来年で終わりということで、もうやっぱり地元の方から相当のやっぱり商工会議所とかいろんなところで意見が出て、まあ、これがちょっとまあ見直しみたいな感じではなってるんですけども、で住宅の方にしても南相馬市内の測定避難勧奨地点っていうので152世帯の規制解除が強行がされたんですけども、原発20キロ、県外で局地的に放射能の線量が年間20ミリシーベルトであれば指定解除をされることで、まあ、それは結局賠償の範囲がそれだけ、まあ、打ち切りということになってくるんですよね。まあ、この中でこの、まあ、うちの支援住宅の方には、まあ、入居されている方いらっしゃらないということなんですけども、で支援のうちは結構ね福祉の方でお伺いしててもかなりねいろんな細かい支援されておられますよ。で今度のこの新住宅の条例の改正のところでは、まあ、この担当課の方では別に影響がないんでしょうけど、ただまだ帰れない人がねたくさんいらっしゃる。でそこには子どもさんたちもがやっぱり生まれてて大変苦労されていることはやっぱり行政としてねやっぱり掴んでいただいて、いただきたいなということを、まあ、申し述べまして意見させていただきます。はい、他に質疑ありませんか。はい、すみません、1点だけですよね。あと市営住宅のね、宇治の市営住宅の現在のいわゆるその、住宅の状況ですよね。空室がどうとか、それだけちょっと教えてもらえますかね。いやそれだけすみません。亀谷課長、現在20戸余りの、住宅が空き家となっております。ただし、まあ先に計画修繕がですね、まあ、大規模に予定されているというような件もありますので、そのすべてを募集していると、空き家で募集しているという状況ではございません。なぜこれをお聞きするかというと、その、まあ、福島の方で宇治の市営住宅に入居されている方がいらっしゃらない理由としてね、まあ、満室だからとかっていう、まあ、ご要望がないのかとかいろいろ考えられると思うんですけれども、まあ、普通に考えるとこの空室があるということであればね、そこをその福島の方にということが、まあ、普通想定するんですけど、なぜ宇治の市営住宅には入ってらっしゃらないんですかね、空室があるにもかかわらず。3.11 の発生後の、まあ、そういう対応の中でですね、市も市営住宅の方のいわゆる入居につきましては受け入れをするというような形での、まあ、対応を取らせていただいてはきておりましたが、まず京都府として受け入れをされまして、で府の施設からの、まあ、受け入れが始まりましたので、まあ、市の方の市営住宅にまでは入居者が、まあ、来られなかったというのがまず入っておられないという状況でございます。それと、まあ、その豪雨につきましては我々の方もいわゆる京都府南部地域豪雨がございまして、まあ、そういった方の中からまあ、住宅に困窮される被災者の方を、まあ、受け入れをさせていただいたということもございますので、まあ、そういう意味での空き家スペースというのもございませんでしたし、また京都府からのそういう入居に向けた紹介もございませんでしたので、まあ、現在まで一人も入っておられないというのが状況でございます。それと20戸の空きにつきましては、まあ、先ほど課長申しましたように、まあ、大規模改修のために入居していただけない部分もございますし、まあ、そういった災害対応のためにわざと
何個かは空けている部分もございますし、まあ、あとは7月に空いている住戸につきましては募集をかけているのもございますので、まあ、できるだけ空きを作らないような形では現在対応させていただいているところでございますので、よろしくお願いいたします。他に質疑はありませんが、内容でしたら質疑はこれにて終結いたします。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言を願います。特にないようですから討論はこれにて終結いたします。これより議案第45号を採決いたします。本議案は原案の通り可決すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本議案は原案の通り可決すべきものと決しました。